物価高騰の歯止めがかかりません。今月に入り、およそ5400品目の食料品が値上がりしたという調査結果もあります。小売店では消費欲を冷え込ませないよう様々な工夫をしています。今週月曜日、新潟市中央区のスーパーマーケット、ピアレマート。小売価格の値上がりがあまりなく、物価の優等生と言われてきた卵に異変が起きていました。例年であれば需要が高まる年末年始を過ぎると、むしろ3割から4割安くなっていたということですが、例年ですとこちらの卵の L サイズがですね、お値段が大体170円180円ぐらいのお値段で販売できていたんですけれども、この日の卵は268円。飼育費の高騰や鳥インフルエンザが猛威を振るった影響で、去年の同じ時期に比べ価格が跳ね上がっています。民間の調査会社によりますと、今月に入って加工食品を中心に5463品目の食料品が値上がりしています。去年10月の7864品目に次ぐ多さです。こちらの店では消費者の買い控えなどを招かないよう、生鮮食品の価格を安く提供する工夫をしています。本来ですとこうパックで、販売する商品なんですけれども、こうやってまとめて、量をお買い上げいただくことで、非常にお安くですね、今日はご提供させていただけております。舞茸は箱売りで販売することで、1パックごとに売るよりも大幅に安く提供できるようにしました。また袋詰めした状態で売られていた野菜もコストを減らすため、なるべく包装せずそのまま販売するように変えています。毎日買い物に来てるんですけれど、やっぱり物価高ですから、1万円が今まで3日持ってたのが2日で終わるかなって、それぐらいやっぱり同じ商品なら少しでも安い方がと思いますけどね。一方、こちらは阿賀野市にある肉の専門店、佐藤食肉ミートセンター。店内にはおよそ300種類の商品が並びます。広々としたこちらの店内にはたくさんの種類のお肉が並んでいますが、特にこちらに並んだお肉、お客さんが次々とカゴに入れていきます。コーナーのポップには地域最安値の文字、国産豚の細切れが 100g 85円など手頃な価格で販売されています。結構なお肉、そう、子供たちに送ってあげて、あとはうちで冷凍しといて1ヶ月分これでしのぐの。お肉はここしか食べないようにして、美味しくて、本当に焼肉にしても満足するのにこの値段でいいのっていう感じだよね。一般的にはスーパーさんってこういう我々お肉屋さんから買ったりとか、間に豚屋さんがいて運んでもらったりとか、いろいろとこう間に業者さんが入ったりとかするんですけど、佐藤食肉の場合はこれが一貫して、何も入らず生産から加工して販売まで一貫して全部やってるっていったところが、価格的な強みっていう部分ですかね。生産から販売まで一貫した肉の専門業者である強みがあります。ただ飼育費や物流費の高騰など影響を全く受けていないわけではなく、何より消費者の買い控えが起きることが心配です。この物価高でね、お肉が高級品だとか食べれなくなるっていったところで、お客さん自体が離れてしまうっていうのは非常に残念なところなんで、やっぱりお肉を今までと同じ以上に、今まで以上に食べてもらいたいっていう、そんな思いはありますね。消費者の家計はもちろん、生産者、小売業者すべてを窮地に追い込んでいる値上がりの波。いつ収まるのでしょうか。